こんにちは。熊倉アナウンサー、ユージニーニーです。お元気ですか？私の方は元気です。さっきこれです。これ。同音異義語。ね。聞いたことあると思うんだけど、2種類は、実は、同音異義語ってね。で、これなんかも詳しくね、解説していこうと思います。ということでね、同音異義語。聞いたことあると思うんだけども、いろんなね、説があるんだけど、今日は私の説ということで、諸説あります。ね。でもね、これちょっと見てください。同音異義語とは、ね。漢字は違うが、ひらがなは同じ。これ、真相ってのは二つあるけれども、これ漢字は違う。でも、ひらがなは同じ。発音も同じになっちゃう。アクセントも同じになっちゃったからね。うん。こういうのがあって、もう一つは、同じひらがなでもアクセントが異なる。ちょっとややこしいかもしれないけども、まあ具体的に言うとね、この、あちこちに転がってんのは石、ね。それからお医者さん、医師、こういうふうにね、違いがあるんだよね。このね、二つ、同音異義語、ありますので、今日はね、それをね、例に挙げて、それで話していこうかなと思います。でね、チャンネル登録が、わずかながらね、上がってんですよ。嬉しいことに。ね。まあ、チャンネル登録押してない人、ね、見てたら押してください。お願いします。はい。それから、最後まで見て、気に入ったなとか面白かったなっていうんであれば、いいねボタン押してくださいね。はい。よろしくお願いします。さあ、それでは、この同音異義語ですけれどもね、今言ったように2種類あるって言ったね。で、この2種類を、例を挙げてね、やっていこうと思います。じゃあ最初はこちら。あ行で同じアクセント。ではやってみましょう。愛称。彼女の愛称とは。あの人とは愛称が合わない。意義。ここに意義を見出す。ミーティングで意義を唱える。移動。早々に移動する。人事の移動を発表する。遠隔。遠隔操作で撤去する。会社の遠隔。応酬。議論の応酬。証拠の品を応酬する。はい、ということで、移動なんてのはね、本当になんか聞いてるだけだと同じなんだけども、文章の前後をね、見てみる。あるいは聞いてみると、その感じっていうのが、あ、これは人事異動なんだよね。どういう異動かっていうのはね、字が出てくる。だから難しいね、これね。じゃあね、今度これ見てください。あ行で違うアクセント。以降、あさって以降の天気。以降、部長に意向を伝える。医師の指示を仰ぐ。石を投げる。異常な事態になった。異常、権限を異常する。以上で終了します。依然として行方がわからない。以前、それは常識以前の問題だ。まあ、こんな感じですかね。これがね、ちょっとね、同音異義語の中でも、アクセントが違うっていうのはね、ちょっとややこしくなるんだけど、まあ、これね、聞いて覚えて、それで何回もね、喋ってみるっていうのはいいかもしれない。うん。はい。じゃあ次行ってみましょう。家業で同じアクセント1。解雇。従業員を解雇する。新人時代を解雇する。回送電車が通過します。店内を回送する。改定。公文書を改定する。法律を改定する。回答。試験の回答用紙。
電子レンジで解凍する。確信、勝利を確信する。問題の核心に迫る。まあ、家業はね、すごく多いんで、もうちょっとやってみようかなと思うんだけど、これです。家業で同じアクセントに、過重、過重な勤務。背中に一段と過重がかかる。観光、長年の観光に従う。観光に来た旅行客。関心、重大な関心を持つ。賢い態度に関心する。観葉、観葉植物を届ける。寛容な対応。企画、パーティーを企画する。このネジは企画に合わん。こういうふうに同じね、読み方なんだけども、全然ね、内容が違うっていうね、そういうのがあります。はい。これね、家業はね、相当あるんですよ。だから今度またね、機会を改めて、持ってですね、やっていこうかなと思ってます。じゃあ続いて、家業で違うアクセント。会心、会心のホームラン。会心、深く会心する。解放、ドアを解放する。解放、病人を解放する。解放、人質を解放する。換気、室内の換気を心がけてください。換気、注意を喚起する。干渉、内政干渉。干渉、干渉に浸る。干渉、美しい干渉魚。干渉、芸術作品の干渉。ねえ、この干渉なんていうのはね、ちょっとね、考えちゃうときもあるかもしれません。で、干渉って、まあ、聞いたときにはわかるんだけど、じゃあ、漢字に書いてくださいって言うと、これがなかなか書けなかったですよね。だからこういうこともあるんで、同音異義語、やっぱりね、聞いて覚えるしかないかもしれないね。じゃあ次行ってみましょう。作業で同じアクセント。高騰。物価が高騰する。高騰で尋問する。交付。免許を交付する。憲法を交付する。誤診。医者の誤診。裁判の誤診。施行。施行錯誤。法律の施行。指示。上司の指示を受ける。生徒たちの指示を得る。はい。これもね、指示っていうのもまだ他にもあるかな？それからあとはね、誤診？交付？こういうのもね、いろいろなね、感じがあるんですよ。ここはね、もう耳で聞いて覚えるしかないかな。そんな感じがします。じゃあ続いて、作業で違うアクセント。姿勢、知事の姿勢方針演武。姿勢、彼女は姿勢が美しい。姿勢、姿勢を開く。障害、大きな障害にぶつかる。障害、障害の伴侶を求める。辛抱、学生の辛抱が厚い教授。辛抱、辛抱して時を過ごす。まあね、やっぱりね、アクセントが違う方が難しいかもね。そんなに多くはないんだよね。アクセントが同じで、で、漢字が違う、意味が違うっていうのは結構あるんだけど、アクセントが違って、意味ももちろん違って、でも同じひらがな。こういうのってあるんだよね。こっちの方が少ないかもしれない。だから覚えやすいかな、逆に言うとね。じゃあ続いていってみましょう。他行で同じアクセント。対称。左右対称。全く対照的な考え。親を対象とした催し。知覚、知覚変動、知覚過敏。
兆候、会議を兆候する。回復の兆候が見られる。聴衆、たくさんの聴衆が集まった。税金を徴収する。はい。家業はね、アクセント違いの、同音異義語ってあんまりないんだよね。ま、じゃあ続いて、家業で同じアクセント。必死。このままでは水不足は必死だ。必死の形相。普及。スマホが普及する。普及の名作。不要不急外出は避ける。膨張。県議会を膨張する。火山が膨張する。保障。身元保証人。人権を保障する。損害を保障する。はい。こんな感じですけれども、特にね、保障っていうのはわかるんだけど、じゃあ漢字で書いてみてくださいって言うとね、結構わかんなかったりするんだよね。まあでも同音異義語っていうのはこういうことを言うんですよね。これはね、外国人はね、ちょっとね、わかりづらいってよく言うんだけど、まあ日本人も私たちもわかりづらいからね。まあ、だからこれもやっぱりね、聞いて覚えるしかないのかな。うん。頑張ってやっていきましょう。はい。まとめということなんですけれども、一つ目がね、同音異義語は同じアクセントで違う意味の単語があるということで、この路地なんかってね、路地裏に迷い込む。ね、路地栽培。漢字違う。もう、それから二つ目がね、同音異義語はひらがなで違うアクセントがある。こっちの方がね、難しいかもしれないけど、あんまり多くない。ね、お札を硬貨に両替。それから態度を硬化させる。まあ、こんな感じでね、同音異義語っていうのはね、二種類ありますからね。それは覚えておいてもらいたいのと、それから、漢字で書けるか。ね。漢字がね、思い出せない時があったりするんだよね。で、同じ字になって、特に保証なんていうのはね、どの保証がこの、ね、文面に合ってるのかと、よくわかんない。ま、こういう同音異義語、うん。耳で覚えるしかないんで、ね。頑張って覚えてくださいね。どうですか？同音異義語。ね。これからもね、何回かに分けて、この同音異義語、ね、アクセントとかね、しっかり覚えてもらいたいなと思いますので、第2弾、第3弾、やっていきたいと思っています。それからね、私IAS、インターネットアナウンサースクールっていうね、インターネットでのね、アナウンサー向けの講師やってます。はい。まあ、アナウンサーだけじゃなくていいんですよ。ね、自分のアクセント直したいとか、表現力をもっとつけたいとかね、それからね、最近はね、YouTube のナレーションみたいのはうまくできない。ね、そういう人もね、来てます。はい。だから、もしよければ、その無料カウンセリング今やってますからね。この無料カウンセリングで、ちょっとね、受けて、悩みを打ち明けて、それでどうしたらいいかっていうのを話していければなと思います。ただね、今日はね、2022年の8月なんですよ。で、この動画見たのが、2023年とか24年になったら、もしかすると無料カウンセリングやってないかもしれません。すいません。その時はごめんなさい。はい。はい。ということでね、よければチャンネル登録お願いしますよ。ね、2000人超えましたんでね、ちょっとなんか安心感もありますけれども、まだまだ増やしたいなというふうに思ってますからね、ご協力ください。はい。それから今日ちょっとね、参考になったとか、ためになった、言うんであれば、いいねボタン。押してくださいね。お願いします。あとは、コメント欄ありますよね。そこに、わからないこと、質問なんかも書いてもらう。あとは、見た時の感想とかね。それから、リクエストも受け付けてますんでね。ぜひ、コメント欄に書いてみてください。はい。今日は、同音異義語、2種類ありましたね。覚えました？ね。何回も聞いて、それで、アクセント、ね、覚えてください。はい。そろそろお別れですね。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お相手は気まぐれアナウンサー、ユージニーニーでした。それでは今日はこの辺で、さよなら。